ヒロシ、わかるか、さすがにわかんないじゃん、ヒントなしだったら。お、柏だって。うん、パスワード。2、3、赤。お、何かの順番。1、2、3、4、5、6、7。曜日か。で、赤がサンデー。青がサタデー。で、他が平日ってことね。フライデーの FRI。で、サタデーの SAT。だから、RAT でいいんじゃない？なるほど。すごいね、一瞬で分かる。これは簡単な問題。これ簡単だったね、確かに。さっきのに比べたら。答えは、ラッ、ラット。だから、ネズミですね。ネズミ好きだな、このゲーム。答えはネズミに関係するものです。ほんとか？え？送ってくれた写真は、曜日を英語で表した時のマス目を表しています。1行目は Monday、2行目は Tuesday といった風に。ふむふむ。英語習いたての中学生とかすぐわかるだろうね。パッと。なので、曜日を英語で埋めた時に、割り振られた数字が表すもの。今って小学校で教えてるのかな？どうなんだろう。ラットか。なるほどね。その通りです。よし。入力してみるな。ラットと、ネズミ好き。まあ、実験としてよく使ってるんだけどね、ネズミは。さあ、これで開いたかな？ OK。よし。システムが起動した。封鎖格の毒ガスはこれで換気されたみたいだ。そんな一瞬で全部抜けるものなの？よかったです。では私は封鎖格に向かってみますね。いってらっしゃい。おう！頼む。てん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 。封鎖区画に行きました。毒ガスはちゃんと換気されているのでしょうか。わー、すごい空間。確かに封鎖区画っぽいわ。大丈夫、毒ガス出してたってことはここに危険生物がいるんじゃないの。どうやら大丈夫なようです。大丈夫かな、死体とかがないのがおかしいと思うけど。あ、どうした。廊下の壁に地図がありました。地図好きだな。私のいる西棟の地図のようです。写真を送りますね。お、ああ、こっち側になってるわけね。廃棄物処理場で合流するって感じになるわけか。なるほど。今、実験制御室で、結構長いんだな、じゃあこれ。あれ？どうしたの？さっき、拓郎くんのいる東棟の地図にも、廃棄物処理場がありません。ここが墓場となるんだろうな、きっと。確かにあるな。こちら、西棟の地図にも廃棄物処理場があります。もしかしたら、ここで繋がってるなり。お、ということは、ようやく合流できるってことか。はい、おそらく。よし、じゃあ、先を急ごうぜ。そんな早く合流したいね。はい。地図を見ると、封鎖区画を抜けた先から、実験プール管理室に行けるようです。実験プール管理室？プールで何を実験してたんだろうね。今、俺が今いる部屋の先にある実験プールの管理をしているところか？おそらく、本当に私たちは近くにいるみたいですね。ちょうどよかった。さっき確認したんだが、実験プールに行くための扉に鍵がかかってんだ。管理室って言うからには、そっちから開けられるんじゃないか？まず、なんでこういう風に作りにしたんだろうね。おそらく研究員の人たちが、ここ青鬼の撮影で使われるらしいぜ！だったら改造しとこうみたいな。そういうノリにしたんだろうね、きっと。ここがロケ現場になるから、ちょっと難しくしとこうみたいな。やめろよ、もう。実験プール管理室まで来ました。拓郎くん側の施錠もこちらのスイッチでできそうです。よしと。どうですか？てん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 。開いた？カチッと音で気づかれてない？お、実験プールへの扉が開いたぜ。でも水は入ってないんじゃない？さすがに。入ってたとしてもものすごい濁ってそうだけど。よかったです。合流までもう少しって感じかもな。はい。そうですね。合流してもすぐ別れるんだろう、お前。ここが実験プールか。お、あー、やっぱり汚いね。青に2でも出てきたよね、プール。ここからザバーって出てくるんじゃない？こっちはこんな感じだ。ずいぶんとでけえプールだな。しかし、プールの周りには有刺鉄線のフェンスが張られているみたいだ。こちらも窓越しに拓郎くんの姿が見えました！あ、マジ？どっち？ただ、こちらからも実験プール管理室の外には出られませんね。窓越しっつってるから窓突き破ればいけるんじゃないの？ヒロシ、そこにいるのか。こっちからだと、窓が曇ってよく見えねえよ。あー、じゃあ明るいから反射してるってことなのかな。先に進むしかねえな。そうですね。
ちなみにプールの周りには何がありますか？藻がすごいじゃん、藻が。そうだな。あ、プールの中で何か光ってるな。そんな濁ってるのに光なんてわかるの？濁ってて見えづらいが、あれはよくわかったね。プールに沈んでるものって透明度がすごい高くてもわかりにくいよね。それでもわかるの。すごい視力の持ち主だな。どうしよう。そうですね、潜るわけにはいかないしね。周り探索して水抜こうぜ、まずは。入るって選択肢はないでしょ、この中に。まずは周りを探索してみましょう。そうだな、よかった。プールの水も汚いから、入れって言われたらどうしようかと思ったぜ。俺だったら切れるね。左と右どっち回りで調べるか。それぐらい自分で考えろよ。そんなことまで選択を委ねるの、お前は。指示待ち世代だから仕方ないのかな。セーブしとこう。じゃあ、やっぱりグラピカ理論？絶対これ狙ってきそうだよね。実況者はグラピカ理論めっちゃ使うから、こっちバズにしとこう、みたいな。左回りにしとこう。左回り、左回り。もうグラピカ理論なんて古いんで。あんな5年前、10年前の話で。そうでしょ。わかった！しかし、なんだかやばそうなプールな。魚型の青鬼とか出てきそうじゃない？確かに、泳ぐためのプールではなさそうですね。全部、サンだったりして。サーンって。怖すぎます、笑。あ、危険実験室区域の、ドアがあるぜ。危険実験。なんでガチャガチャ音立てんだよ、お前は。開かないな。鍵がかかってやがる。あ、でしょ。お前バカすぎだよ。こんな音立てたら来るでしょ。わ、ちっちゃい。小人さんが来たよ。かわいい。バッドエンド。タクロウ危険実験室区域で、青鬼と鉢合わせて死亡。やっぱり、クラピカ理論は正しかったんだね。ちょっと裏を書きすぎたな。じゃあ右回りで。やっぱクラピカ大事。さあ右回り。もう何でも使えるね、クラピカ理論が。まずは右回りに探索してみましょうか。おう、分かって。プールをぐるっと一周する形になるな。こちらからも曇った窓越しに拓郎くんが向かってくる。そのメッセージのやり取りいる？この窓開かないかな。ダメですね。歪んでいて開きません。何？合流まで、あと少しだ。そうですね。プールの向かいまで来たが、妙な線があるな。妙な線。絶対水抜くようじゃん。それ以外にあんの？プールの線かも。水を抜いてみましょうか。そうだな。よいしょ。あー、生態系が崩れる。その音では気づかれないの。ガチャガチャって音では気づかれるのに。水を抜いた大きな音では気づかれないんだね。排水されている音は多少するが、ここに水は減らねえな。やっぱ濁ってるからさ、詰まっちゃってんじゃない？おかしいですね。私も実験プール管理室を調べていきましょうか。私も？うん、管理室だからね。ああ、頼む。どうにかして排水を進めたいのですが、ゆっくり抜くようにしてあるのかもしれないね。下水が溢れないように。多分制御するものはあると思うけどね。こちらにも排水パイプが通っていますね。便の開きが悪いでしょうか。便秘気味なんだよ、きっと。何か使えるものは？バルブじゃないの？そんなピンポイントでこう下水用のバルブなんて持ってきたのかな？すごいね。予知能力者なんだね。よいしょっと。あ、なんか。ぴったりハマった。よくこれ想定してたね。きっとプールの水を抜く時が来るから、これは持っていかないと、みたいな。そういう考えだったんだろうね。おー、みるみる水が減っていくぜ。あともう少しで完全に排水できそうだ。ああ、よかった。持ってきてほんとよかった。その間に私は実験プール管理室の捜索を進めておきます。そっちはよろしく頼む。はい。はいじゃないんだ、そこは。てんてんてんなんだね。てん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 。引き出しの中に B と書かれた研究書類がありました。さっきの A に続くね。で C もあるのかな？ B って書いて B 判定。この書類にも走り書きが。ふにふには廃棄物処理場の地下で発見。ふにふにってなんだ？一部が黒く塗りつぶされていますね。青鬼じゃないのかな？彼らは一体何を発見したんだ？おそらく良くないものでしょう。つ！何？どうした、ヒロシ？来たの、また。え？やめて。お、てん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 。まあ、鬼なんだろうね。つって言ってるぐらいだから。あの怪物が突然入ってきました。まずい。まだ気づかれては。ないようです。あいつらはなんだろう、警備でもしてんのかね、巡回してんのかな。どうする？じゃあセーブするよ。逃がす。逃げる。後ずさる。後ずさる。目線を外さないようにした方がいいからね。クマとかもさ、目線そらしてさ、走って逃げちゃうと追いかけてくるって言うじゃん。だから目線をそらさずに後ずさって、それから逃げた方がいいんじゃない？
まだ気づかれてないわけだし、ゆっくりと。何この部屋、超怖いんだけど。めっちゃスイッチみたいなのあんじゃん。少しずつ後ろへ。そうそう、ゆっくりゆっくり。よし、大丈夫だったんだ。スマホの画面のライトで気づかれないのかな。次は何が、もうちょっと後ずさってもいいんじゃない。まだ早いと。もうちょっと後ずさろ。もう一回後ずさったら逃げてみようぜ。大丈夫だ、ゆっくりゆっくり。後ずさ、もう少し。え、絶対に踊るだぜ。絶対だぞ、絶対だぞ。振りじゃないと。OK、よしよし。これでいけんじゃん。車も別の出口から出ます。そーっと。撃ってる暇があったら逃げろ。逃げてから報告しろよ、お前は。ふぅー。無事に逃げろ。やった、よかった、逃げなくて。よし、よくやった、ヒロシ。褒めて、俺のことも。ふっ。そちらは、どうでしょう。もうほとんど水はなくなったな。本当ですか？よかったです。さっきプールの中で光っていたものは、やっぱり鍵だったみたいで、錆びてないの大丈夫？よし、危険実験区域の鍵を手に入れたぜ。あ、柏ってわざわざ取るんだ。取る必要なくね。これで OK と。地図を見ると、はい。このまま、この鍵を使えばこの先に進めそうだ。合流できるかな？じゃあ危険実験区域に行ってみる。絶対危険がたくさん詰まってるのに。はい、お願いします。私はこのまま先にある特殊研究室に入ってみます。お、あ、頼む。お、あれ、ダメだ。なんだよそれ。電子ロックされてる。もうどこもかしこもロックされてるのに、あいつらどうやって動いてんだろうね。鍵の横に付箋がありますね。なになに、青い紙を赤い紙にリトマス紙、意味わかるか。残念ながらさっぱりわかりません。でもリトマス紙ぐらいしか思い浮かばないけどな。パスワードのヒントを鍵の横に貼るなんてセキュリティ意識が高いんだけど、どう考えても低いだろお前。すねんなよ。すねてません。じゃあ俺から先に捜索を進めるぜ。うん、了解です。リトマス紙がなんだろう。リトマスって英語で書けないんだけど俺。カタカナになら大丈夫だけど、リトマスってどう書くんだろう。ここが危険実験区域か。随分とやばいところまで来たな。まったくです。そこら中防護服とか落ちてるが、全部ボロボロだな。もう役に立たなかったってことか。防護服でも怪物に荒らされまくったみたいだ。この施設の人は誰も生き残らなかったんでしょうか。かもな、あんな怪物は。でもじゃあなんか謎のメッセージを送ってきたあいつは生き残りじゃないのかな。さてここから3つの部屋が。また3つ好きだね。3つって、薬剤室と実験準備室、そしてお待ちかねの廃棄物処理場だ。さてどうしようか。じゃあちょっとセーブしとこうか。じゃあ薬剤室から行ってみる。青に対抗できる薬があるかもしれないし、薬剤室に向かってもらえますか。了解だ。てん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 、どう、ありそう。お、来たぜ。ここが薬剤室か。ここはたくさんの薬があるの。薬剤室だからね。学校の理科室を思い出せ。戻りたいね学校。あとリトマス紙来た。これカシャッと取って。うん、赤から青に、青から赤に、リトマス紙、それですよ。何が、何がってわかるだろ。青い紙を赤い紙に、さっきのパスワードのヒントです。青い紙をリトマス紙、リトマスでいいのかな。じゃあ、あ、これか。よし、試してみるか。今ここにある薬剤はと、アンモニア水、塩水、塩酸だ。赤を青に変えるのが、アンモニアだよね。で、青を赤に変えるのが塩酸。もう、中学校の頃はもう、アホみたいにやったのに、もう10年、20年経つと忘れちゃうよね。合ってるよね。逆だったっけ？塩水は関係ないもんね。悪いが俺にはさっぱり。酸性かアルカリ性かってことでしょ。アルカリ性にするのが赤から青だよね、確か。で、青から赤にするのは酸性だから塩酸じゃないかな。悪いが俺には、お前らちょうど同年代じゃねえかよ。習ったばっかだろ、わかるでしょ。そうですね。塩酸だと思います、塩酸。塩酸で、塩水落ちそうになったわ。塩酸で。大丈夫だよね。塩酸です。塩酸にリトマス紙をつけてみましょう。塩酸は酸性なので、青のリトマス紙を赤くするはずです。なるほど。よかった。やっぱり10年、20年経っても覚えてるもんだね。こういう知識っていう。
さあどうしよう。お、文字が浮かび上がってきたぜ。どう？パスワードのセキュリティがガバガバすぎんだよ。もっとひねりのある、最低でも4桁にしてお願いだから。そうなの、999通り押したら、すぐ解けちゃうじゃん。なんてガバガバなセキュリティなんだ。ピピピと。111。どう？お、やった！開きました。よかったな。特殊研究室に着きました。いろんな研究室があるんだね。古い研究資料が転がっていますね。まるで博物館の倉庫のようです。怪物をかたどった石像。一体誰が何のために。まあ、実験してたけど結構オカルト要素も取り入れてたんだね。怪物に関する古今東西の資料がここで研究されていたようです。ここ以外にも怪物がいるってことか。それはなんとも。それに、机に妙な石板があります。これもあの怪物と関係があるのでしょうか。写真送りますね。あ、石板何？お、テトリスっぽい感じになってるね。これは多分全てをはめて、で、って感じだと思うけど。1,2,3,4。ちゃんと全部埋まるようになってんのかな、これ。石板のプレートと穴の開いたピース。やっぱりピースをプレートに埋めるんじゃないか？ですかね。やってみます。おそらく2は端だよ。で、こうかな。で、どっちだろう？こっちかな。で、回転できねえの、これ。回転はできなそう。で、こう。あれ？動かなくなった。動かなくなった。ちょっと動かなくなったよ。バグったよ。で、こうかな。これでいいんじゃない？よいしょ。これで、お、すげえ！やったぜ。順番通りに、BL、大好き、OOD、ブラッドか。ブラッドだね。お、すげえ、ブラッド。地下。石板のプレートから C と書かれた研究書類が出てきました。ちゃんと順番通りに偉いね。ABC、C だね。C 判定。変わった場所に隠したんだな。本当ですね。研究書類に何かの儀式の方法が記されていますね。こう、祭壇にふにふにに関わりの深いものの血を集め。関わりの深いもの？なんだろう。一部が黒塗りされています。祭壇とは。相変わらず気味悪いなぁ。あ、待ってる間に薬剤室を調べたら実験準備室の鍵を見つけたぜ。素晴らしい。じゃあ俺は実験準備室に行ってみるな。お願いします。了解しました。てん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 。どうですか？拓郎さん。よし、着いたぜ。古い机に天秤が置いてある。ってことは、また何かさせられるのか？もう少しです。しっかりしてください。もう少しで合流できるよ。了解。写真を送る。お？今度は？うわぁ、天秤だよ、ジャッジメント。なんて書いてあるの？ 13 って書いてあるの？15か。天秤の片方には重しが乗ってるな。15ml って書いてある。メモがあるな。心臓が欲しくばその液体を捧げよ。心臓を捧げる？どういうこと？液体を捧げるのか。また意味深な言葉か。中二病かよ、お前らもう。で、どうすりゃいいと思う？注射器？いや、さすがにこれを注射するのは危なすぎるけど。でもこれ以外ないよね。え、ダメなの？血液吸い取るんじゃない ?15ミリ。その液体を捧げる。これを使うべきだよ。絶対もう感染するって何かに。あ、なるほど。ちゃんと消毒してよ。心臓が欲しくはその液体を捧げよ。これって血液を捧げろってことか。それで、この古い注射器か。もうこれだけが死因になりそうだよね、これで。これを刺したせいでなんか。で、この注射針、一体いつのだよ。なんか汚ねえし。しかし、姿勢に腹は変えられん。怖くない？素人がさ、そんな。普通にやるだけでも怖いのに。くっ！大丈夫ですか？果物ナイフで切ればよかった。ちょ、そっちの方がまだ怖くないよ。どう？お、衛生面が不安すぎる。けどな。15ml と。天秤の際に血を入れてみるぜ。ちゃんと正確にね。何か変化ありましたか？天秤が勝手に動いて？え？お！天秤の下にあった引き出しからハートの紋章の鍵が出てきた。ハート来たね。あと残ってるのは何？もう全部揃ったかな？心臓とはハートのことか。今までの流れから言うと、この鍵はこの施設から出るための鍵でしょう。大切に持っておいてください。そうだな。
私も先に進んでみますね。合流して二人で今度こそ逃げようぜ。次の部屋は事務室ですね。いや長いな、もう一個一個が。てん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 。ここは事務担当の人たちがいたってことか。じゃ大した資料はないんじゃない。事務書類がたくさん散らばっていますね。ん？これは何かあったのか。 D と書かれた研究書類。また何これ。わ、 D って書かれてるよ。めっちゃ研究の廃棄処理にまつわる情報のようですね。あと祭壇に向かうには書類の詳細を確認せよとあります。読めないからな全然。これも持っていきましょう。全部持っていくとなんかいいことがあるの。もう少しこの部屋を調べてみますね。あ、てん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 。うん、これやっぱ A から D までだと思うけどな、なんか枚数的に。どうした？廃棄物処理場へ抜ける通路がありました。やっとここまで来れました。ヒロシが先に来たってことか。廃棄物処理場、俺もそこに向かうぜ。やっと合流できるな。どうせ待ち構えてんでしょそこで。しかしここにはキーナンバーを入力する必要があるようです。こっちも同じだ。なんか数字とか出てきたか。数字？お、まずい、足音がする。近くまで怪物が来ているのかも。やべえよ。でもヒント全然ないじゃん。何を入力すればいいの。お、入力しなきゃいけないの。数字のヒントとかわかんねえんだけど。なんだ数字のヒント。祭壇に向かうには書類の詳細を確認せよ。詳細ってどうやって確認するんだ。アイテムか。これで見れるの。あ、6イコール6イコール D。 じゃあ B、C とかも全部見ればいいの。7かける計算式ってことね。多分 A、B、C、D の順番だよね。8足すで、A だから9かける。これは72と42を足せばいいってことだよね。だから114でいいのかな。おそらく合ってると思うけど、進んでみる。先に調べなきゃ。これ新しいパターンだね、今までなかったから。いいよ、3桁だから合ってるはず。いいよ、出ていいよってこと。入っていいよかな、どうなんだ。こいつらも暗証番号がいいよと入力してください。了解。あれ、こっちは、あれ番号は合ってるみたいだが、中で何かが突っかえてるみたいな。裏側に何か物が置いてあるんじゃない。わかりました。では私が中から開けてみます。頼む。しかしようやく合流でき、もうそれ最後の最後でフラグ立てんなよ。はい、長かったですね。打ってる暇があったら早くどければ物を。感動の再会ってやつか。はい、では中に入ってみますね。おう、てん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 。絶対いるんでしょ、たくさん。青鬼がたくさん。くさい。大量の骨。ここで一気に殺されたってこと。人間のものもあれば、人間とは思えないものまで。一体、何なんだ、ここは。中に、ハートの紋章の入った扉がありました。これは多分、拓郎が出れなくて、鍵だけ渡して、お前だけでも逃げろっていう展開なんでしょ。おそらく、ここが最後の扉となるでしょう。やったな、ヒロシ。ただ、こっちも早く開けてくれ。了解でーす。すぐ行きまーす。タグロクのドアも今開けますね。お、頼む。木材が引っかかってますね。木材。よいしょと。開いた。タグロ、つタグロくん、タグロくんが、いない。まさかもう食われちゃったの。食後なの、青鬼さん。タグロクの荷物だけが転がっている。持っていかないと。鍵は入っていますか。私だけでも助かるために。どう？入ってる？タグロくん、タグロくんどこですか。通信が途切れてしまったようで。あ、既読がつかなくなった。タグロくん、もしまた通信がつながったら、すぐに連絡をください。てん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 。あ、来た！既読ついたよ。やっぱ見つかったから逃げたのかな。ヒロシ、俺だ。タグロくん、無事だったんですね。心配しましたよ。面白いものを見つけた。ヒロシ、お前もうやめてよ、逃げようぜ。タクロ君どうしたの。早くこっちに来てくれ。その部屋の外にいる俺。え、なんか文章の打ち方おかしくね。これもう青鬼化しちゃったんじゃない。外ですか。
そんなことよりだよな、セーブしとこう。そんなことよりまずは逃げようぜ。何考えてんだよお前、外ですか。わざわざアイコンまで変えるって、なんてお茶目なやつなんだこいつ。わざわざ自分の写メ撮って登録したってことでしょ。そんなことより、タクロくん、アプリのアイコンが面白いことになってるんだけど。変ですよ。ひろし、ひろし、ひろしき、ひろし、しししし。お兄さんこちら、手のなる方。やっぱりタクロも。っていうか、青鬼化するのが早すぎない？ちょ、怖いからやめてよ、バグらせるの。助けて、蹴って。けて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 、ひろけて、ひろうし、しししししひろけて、けてけてけて、実況者なんかさ、やめろ。タクロくん、どういうことだ。はっ、なんだか大変なことになっちゃったね。あなたはアイコン変えたんですか。ふふふ、また会えたね。ここまで順調に来てくれて本当に嬉しいよ。あなたは一体誰なんですか。お、誰なの。タクロくんは一体どうなってしまったんです。なんで急に青鬼化してしまったんです。注射のせいだ絶対。僕が誰なのかはもうすぐわかるよ。彼はやっぱりあそこで果物ナイフ使ってれば、実験で使用した注射器をね。ああ、あれ痛かっただろうな。考えただけでもゾッとするよ。彼はキャリアになってしまったんだよ。キャリア、どういうこと？どういうことですか？ヒロシ君、ハートの紋章の鍵を使って、その扉、開いてみなよ。え、何？出口じゃないの？まさか。君にだけに教えてあげよう。真実。この、僕が主人公の、脱出劇の真実をね。この扉を開ければ、この施設から脱出できるわけではないのか。使うしかないよね、でも。他に何も使うものないし。行きますか。ハートのエースが出てきたよ。佐藤。あ、地下へ続く階段。え、関係線じゃないの。嘘でしょ。何があるの。君が待ってるとかじゃないのかな。あ、嘘でしょ。バッドエンドだ。あ、くそ。どこまで続くんだ。早く降りた方がいいよ。お友達が君のことを追いかけてる。この階段左右に分岐して、絶対これ運ゲーになるんでしょ。知ってる知ってる、セーブしとこう。先が暗くて見えない。どっちだ。間違えると大人女。じゃあ教えてくれよ、どっちか。知ってんでしょ。隔離実験室を思い出すね。あの時どっちだったっけ。タクロウ君の返事もない、既読もつかない。とりあえず今謎の人物のところへ急がなければ。右でしょ。クラピカ理論を信じろって。必ず右が合ってるんだから。頼むぜクラピカ、お前を信じてるぞ。導いてくれ俺を、お前の鎖で正しい方向へと。BGM 担当クラピカ。あ、よかった、やっぱり右だったよクラピカ、さすが。どうやら合っているようですね。早く降りないと。また最後もいい加減にしてくれる。え、右、え、さっきの、右、右、左だったよね。ロロエ。これと同じになるんじゃない？じゃあ。じゃあもう一回右で。いや、その可能性は十分あり得るね。思い出すねって言ってたから、それが多分ヒントになってんじゃない？頼む。クラピカ。第二のクラピカ。頼むぜ。俺を導いてくれ。おお、衝撃大先生。いけるいける。これで3回目多分あるんだよね、また。早く降りないと。っていうかお前なんでさ、独り言なのにメッセージ打ち続けてんだよお前は。これは最後左でしょ。じゃあロロエ、これで合ってるはず。頼むぜ。全部右ってことはないよね。あ、あ、タクロやめて。あ、いけるはず、絶対いけるはず。よしよしよし、ロロエ思い出してよかったぜ。どうやらって、だってあそこ難しかったから、ずっと考えたから、すげえ印象に残ってんだよ。早く降りないと。やっと階段が終わる。随分と地下まで降りてきました。あ、ようこそ僕のフロアへ。一体あなたはこんなところで何をやってるんですか。それはなかなかの皮肉だね。さて、お友達の追跡からは逃れられたようだけど、このフロアにも僕の忠実な鬼がいるんだよ。どういうこと。
今それを解き終わった。解き終わった。かくれんぼをしよう。ひろしくん、君は鬼から隠れて僕の元にまで来れるかな。え、さあスタートだ。え、また始まるの。くぅ、迷ってる時間はなさそうですね。セーブしとこう。まだまだ続くのこれ。隠れながら進むしかない。次の部屋に進む。ロッカーに隠れる。え、どうなんだろう、進んだ方がよくない。いや、でも隠れながらって言ってたから隠れた方がいいのかな。ロッカーに隠れます。隠れてハイドアンドシーク、ハイドアンドシークしよう。ひとまず隠れて様子を伺います。鬼って言ってたから、またこの音で気づかれるとかない。来てない。よし、怪物は通り過ぎた。見えなかったけどな。まだまだ進まないと。次の部屋行ってみよう。じゃあさすがにロッカーに隠れてもしょうがないからね。先に進まないと話が進まないよ。いけるはず。あ、でもさっきのパターンから言うとまた隠れた方がよかったのかな。怖い。あ、やっぱ隠れるのが正解だったか。とりあえず隠れようぜ。2回隠れて進む。いけるはず。でもこれかなり時間かかりそうだな。運ゲーではないよね、多分。おそらく何か法則性があると思うんだけどな。ただの運ゲーだったら、そういうのやめてよ。じゃあどっちもダメってことじゃん。じゃあ最初の選択肢が間違ってたってこと？じゃあ最初から進むよ。これでダメだったらもうどうしようもないじゃん。全部の選択肢ダメってことでしょ。先に進んでから隠れる。僕は前に進みます。進めばわかるさ。どうすりゃいいの。やっぱ運ゲーだった。それちょっときつすぎない？セーブしろってことか。今度配管になったね。じゃあ配管の鍵隠れてみる。隠れて行って隠れて行ってってわけじゃなさそうだしな。隠れても見つかっちゃうってことだから運ゲーだよね。それちょっときつすぎないか。通り過ぎた。で、通り過ぎたけどこれで進む押したらまた いそうなんだけどな。それじゃあ次の辺進んでみようか。法則性があるってことはなさそうだしな。ずっと同じ選択肢やってても結果が変わってくるんだもんね。これしょうがないな。いる？お、いなかった。よし、怪物はいない。まだまだ、もう何回進ませんだよ。キャビネットの影にかけ、いやもう進んでいいと思う。どうせランダムだったらずっと進むを連打して、失敗したらロードして、失敗したらロードしてを繰り返した方がいいわ。その方が一番早くて効率いいわ。 OK、 よし、怪物はいない。いいぞいいぞ、もう大丈夫だよね。 OK、 おっ、よくここまで来たね。お疲れ様。君は青鬼を操れるの？長かった、君が来るまで。俺の方が大変だったんだぞ、お前。やっとこの物語に終止符が打たれる時が来たんだ。最高のフィナーレにしよう。最後の方のあれ、ほんといらないからやめて。あなたが黒幕ですか？黒幕？とんでもない。僕はこの物語の主人公だよ。なぜ私たちをさらったんです？そのせいで、たけし君も、ミカさんも、タクロ君も死んでしまった。あなたの悪趣味な行為に何か意味があるとでも？もちろんだよ。僕がこの計画に何年かけたと思っているんだい？この物語の主人公は僕で、主人公以外はみんな適切に死ぬという役目を用意しておいたんだから。こいつ、言ってる意味がさっぱりわかりません。君たちはあくまでも生贄なんだ。僕の脱出劇がフィナーレを迎えるために、ね、どういうこと？随分と自分勝手ですね。なんか血が必要とか言ったか、その人数が4人だったのかな。で、4人全員殺せば自分は逃げられると。最後だから教えておいてあげよう。私がこの施設から出るにはある儀式が必要なんだ。この奥には儀式場がある。そこには特別な4つの祭壇が用意されている。これあれか、こいつを殺して4人分の血を渡せってことか。そうすればヒロシが逃げられるんじゃない。その祭壇に選ばれた4人の血を捧げれば特別な脱出口が開き、私は地上に出ることができる。その選ばれた4人ってのはどういう基準で選んだの？この呪われた血から解き放たれるんだ。選ばれた4人？私たちがその4人ということなんですか？そうだよ。君たち4人はあの怪物とリンクし合う特別な魂の持ち主なんだ。リンクし合う、
意味がわかりません。俺も全然意味わかんない。まあまあ、そんなに怒らないで。せっかくのフィナーレだ。今まで僕は十分に待った。今さら急ぐこともない。少しゆっくりしようじゃないか、ヒロシ君。ついでに、この施設の真実も君にだけ教えてあげるよ。ここまでたどり着いたご褒美だ。メイドの土産ってやつだね。君も見ただろ、あのブルーベリー色の怪物たちを。ここはね、あの怪物を研究、実験する施設として建設されたものだったんだ。知ってるよ、そんなのもう最初から。ある時、ある館で発見された怪物は、地球には存在しないはずの遺伝子を持っていた。宇宙外生命体、地球外生命体ってことなの？そしてその遺伝子は、核兵器レベルの武器になり得ると考えられた。だから、ある組織が莫大な予算を投入して、秘密裏にここまでの大きい施設を作ったんだよ。完全に外からも中からも閉ざされた施設だった。特にあの怪物が間違って外に出ないように管理体制は万全に敷かれていた。そしてこの施設で毎日様々な研究や実験が行われていた。とうとう私たちはこの怪物の遺伝子から作られたウイルスを人間に感染させ、新たに怪物を生み出すことにまで成功したんだ。私たちはってことは、こいつも実験者だったってことか。しかしある時、悲劇が起こった。実験中に怪物が実験室から逃げてしまってね。怪物は私たちが想像していた以上に凶悪だった。施設の職員はみんなあの怪物に殺されるか、あの怪物になってしまうか。本当にあれは地獄だったよ。そして僕自身も危うく怪物になってしまうところだった。でも僕は天才だったからね。独自に飲み続けることで怪物への変異を食い止める錠剤を開発することに成功したんだ。じゃあそれを量産すれば。でもこの天才の僕でも、たった一つ想定外のことがあった。セキュリティ上、あの怪物の遺伝子は絶対に外に持ち出せないように施設が作られていたんだ。どういうこと？なんかウイルスが、検査機が反応してってことか。確かに僕はあの怪物にはなっていない。でもそれは決まった時間に錠剤を飲むことによって怪物化を抑えていただけで、実際にはあの怪物の遺伝子のキャリアなんだ。キャリアってそういうことか。つまり僕は見た目こそ人間だけど、中身はあの怪物と同じということになる。そんな僕はこの施設から出られなくなってしまっていたんだ。じゃあどうやって？捧げろとか言ってたけど、それでなんか変わるのかな？唯一の脱出方法は、この先の儀式場で選ばれた者の血を捧げ、私の汚れた血を浄化して地上に戻るしかない。そんなオカルトチックなの信じてたの？だから君たちをここに招待したんだ。ご招待、随分と都合がいいですね。もちろん君たちはただのご招待ではない。そうだね、言うなれば VIP 待遇のご招待だ。それぞれの演者に血を流す舞台だからか。みんな血持ってたし、これ見よがしにキーホルダーとハンカチに血ついてるし、どうだい、最高のストーリーだっただろう。まんまと手のひらの裏で転がされていたということか。納得のできる話ではありませんが、あなたの事情は理解しました。それは嬉しいな。ありがとう。ここまで来たら、あとはもう僕だけで脱出ができる。君以外の血は十分集まっているから。じゃあ俺の血捧げて一緒に逃げようよ。それでいいじゃん。つまり君ももう用済みってことだよ。まあ生かしておいたらね、バラされちゃうかもしれないし、殺しとくのが一番得策か。君がここで死ねば、この物語は完成する。死ぬ準備はできたかい？さあ、鬼ごっこ再開だ。この青い鬼が君の血をもらい受けに行くよ。だからこいつは襲われないってことか。中身は青鬼だからね。くっ！セーブしとこう。逃げるぜ！俺は今度こそ、みずみず死ぬわけにはいきません。何としても、逃げ切らないと。逃げるぜ、俺は。またランダムとかやめてよ。そういうランダム要素一番やめて。ここは、なんか書かれてる数式みたいなのが。どうやら彼の研究室のようですね。
なんかヒントとなりそうなものが書いてあったけど、あれは関係ないのかな。てんてんてん、あいつの足音が。ひとまずここに彼の机、何か使えるもの。ん？これは何？なんで写真撮ったんだよお前。誰宛てに撮ったんだよお前。俺宛てに？俺のこと知ってんの？何これ瓶？この錠剤もしかしたら彼の言っていた。あ、じゃあこれさえ奪っちゃえばあいつはもう青鬼化を止められないってことか。待てよ、悩んでいても分かるはずありませんね。しかしこれにかけるしかないでしょう。え？タブレット菓子、これと入れ替えるってことか。じゃあそれ以外考えられないよね。タクロ君のタブレ、あいつは飲んで気になってるけど実はもう全然違う味で。わかんだろ普通。爽やかすぎるよこの薬ってなっちゃうじゃん。あれ青鬼止めようと思ったら口が爽やかになっちゃったみたいな。え、うまくいけばこれで彼よ。タクロ君どうか見守っていてくださいね。いやいや、そんなうまくいくはずがないじゃん。いや、予想以上にしぶとく生き残っているね。しびれを切らして迎えに来てしまったよ。僕の部屋にまで来られちゃ困るな。大事なものも置いてあるな。まだ私は諦めませんよ。どこまで逃げたって逃げ場なんかないよ。ほんの少し苦しむ時間が延びるだけだ。その時間稼ぎに一体何の意味があるの。私は何が何でも逃げます。いや、体力ない設定はどこ行ったの。あ、さて追い詰めちゃったかな。さすがにもう逃げ場はロッカー隠れれば大丈夫だと。もう心の準備はできた。その前に、その前に遺言状書かせて。これで最後、最高のフィナーレにしよう。お前にとってのな。死ね。あ、つー、 あれ体が言うことを聞かない。どういうことだ。体がてん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 。ざま、ギリギリ間に合ったようですね。つー、貴様何かしたのか。はい、あなたが今日飲むはずだった薬ですが、中身を卓六の持っていたタブレット菓子とすり替えておいたのさ。そんな簡単に。え、じゃあなんか何、1時間に1回飲まなきゃいけないとかそんな感じなのかな。じゃあ寝れないじゃん。睡眠どうすって、どうしてたの。なんだと。卓六くんからのプレゼントです。なんてこと。薬を取るに戻らないと体が。いうこと。貴様、もう少しで、もう少しで出られたはずなのに。なんで、何年待ったと思っているんだ。そんなに錠剤作れたの。そんな手軽に材料が手に入るものなのかな。許さんぞ。あー、くそ、理性が保てない。こんなことをしてお前もこっから出られなくなる。俺に食われるだけだ。嫌だ、あんな下等生物にこの俺がなるなんて。ああ、変形してる。にチャット受けてくれてありがとう。傷薬が切れて人間の姿が保れたくなった。ああ、早すぎです。わあ！やべえよ、やべえよ。ここは逃げた方が良さそうですね。早く早く。ここが儀式場か。これはここの地図。なんだこの点って。4箇所あって、これセーブしとこう。なんだろうね、このマークは。この印。これが祭壇でしょうか。何かのヒントにはなってんだよね。たけしくん、ミカさん、タクロくん、そして私の血を祭壇に捧げれば脱出口が現れるはず。まあ、この赤いのが血ってことだよね。四隅に血を置いて、で、右から2番目、上から4番目の位置。この位置に立てってことなのかな。それまで絶対に逃げ切ります。わ、扉があるよ。これどっちだ。まずは、クラピカ理論なのか、それともさっきのヒントを見ればいいのかな。左側、
右側から行ってみよう。右側誰もいませんように。運ゲーじゃないよね、大丈夫だよね。うっ、どうしよう、追っかけ、ナイスナイス。で、祭壇があった。あ、そういうことか。矢印の位置は、そこに行けってわけじゃなくて、最初からいた場所ってことね。だから、矢印の部分にいたんだ。で、右側の扉入ったから祭壇があったってことは、ここは右下の祭壇ってこと。捧げ物。え、でも誰かはわかんないよな。とりあえずハンカチ、やっとく？こんな少量でいいの？カピカピになってんじゃない？大丈夫かな？たけし君、よろしくお願いします。大丈夫？はぁ、輝ってきたらどうしよう。はぁ、そんなんでいいの？で、置くと。これで？よし！オッケー。じゃあ、ということは、あの水色のマークのところ、青鬼がいる場所ってことかな？多分そうだよね。ってことは、今度は左に行けばいいんだね。左に行って、で、まっすぐまっすぐで OK か。ずーっとまっすぐまっすぐ。いけるよね。多分そうだと思う。これ、もう一回、あの画面見れねえのかな？次は、上。頼む。誰もいないで。多分ね、あの水色のところが青鬼の場所だから、こっちいないと思うんだよな。そうだろう？マジ？これあれだね、よーく見ると、青い部分が擦れている部分があるね、薄く。多分これが青鬼が通るルートなんでしょう。それを見ながら、やっていかなきゃいけないってこと。わ、結構大変だな、これ。で、よく見ると、マス目も、空いてる部分と空いてない部分見るから、その位置を確認して、どっちの扉かっていうのを確認しなきゃいけないんだね。うわ、くっそ大変だな。まずは右は合ってる。最初の位置が、右下の、右から2番目のところ。だから右行けば祭壇がある、はず。オッケーオッケー。で、これは、ま、たけしでいいよね。ミカちゃんでもいいけど、たけしで合ってたから、ま、たけしでいっか。オッケー。で、次行く扉が左の扉だから、これでドゥイン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 、間違ってるとかある？あ、なんか、紋章があるとか、もしかしたら、手に入れた鍵、ハートとかあったじゃん。それが関係してるとかあるかな。でも特に何もないけど、とりあえず左行くでしょ。で、左行った。で、次が、上でしょ。だから、多分俺が1個移動するごとに青みを1個移動すると思うんだよね。だから正面の位置に、おそらく今いるから、次はこっち側に戻ってくるはず、あいつの動き的に。1、2で。ってことは、次は左側に行く。そうすると、3。3、メモっといた方がいいね。いるところ、3。で、こいつが3でしょ。で、次が、これでいけた。あれ、さっきと同じ風に行ったのにいけたよ。どういうこと？ランダムとかじゃないよね。それだったら俺の考え、やってる意味が全くなくなっちゃうんだけど。これで祭壇の方に行けるよね。オッケーオッケー。これで次2つ目の祭壇だから、捧げ物を、熊のキーホルダーだよね。宅郎ってどうすればいいんだろう。注射器でいいのかな。ちょっと残ってるけど。とりあえず熊のキーホルダーで。これで右上まで来て、ちょっとセーブしとこうかな、ここで。で、置いて、大丈夫だよね。置く場所何か問題があるとかある？あいつらが死んだ順番とか。ぽいね、なんか。じゃ、とりあえず一回セーブしておこうか、ここで。セーブして、左の扉以外はいけないから、左の扉で合ってるよね。あれ？次は。あ、セーブできねえ、ここだと。マジか！じゃ、左行くしかない。これでいたらもう強制終了だから。右、左行っていないはず。OK。で、扉が左側と上だから、今度は上に行くと。ただ次の青鬼が一方通行だからな。あそこでいられるともう積んじゃうんだけど。で、まっすぐ行って、この上に祭壇があるはず。大丈夫だよね。祭壇がある。OK！ で、三つ目の祭壇。注射器か？注射器使うわけにはいかないからな。果物ナイフで自分の血っていうのもあるかもしれないけど。リトマス血は酸性のやつやったから違うよね。注射器で。大丈夫か？本当に残ってる？拓郎くんよろしくお願い。拓郎くんみたいに言うなよ、注射器そのものが。大丈夫だよね。拓郎くんよろしくお願いしますってメッセージ出たってことは、多分大丈夫。こんな少量でもいいんだ。
ごいね。カピカピになったり少量でも全然 OK なんだね。これで OK で左側行く。でこれもうさあ一方通行というかまっすぐしか行けないから、ここで出てきたらもう避けようがないんだよね。次はここ待機することができないからね。で左側行って青鬼が通るルートに来ちゃうけど、いる？行ったらどうしようもないんだよ。で次右側行く。ここでも鉢合わせする可能性あるよね。でここさえ避けられればあとはまっすぐ行って右行くだけで OK だからね。すごい瀬戸際の戦いしてんなこいつで右行くと青鬼がいるからまっすぐ、これで抜けられたんじゃないか、無限時刻から。もうすげえ大変だよ、メモとか取りながら。 OK で右行けば祭壇があるはず、怪物がいませんよ、ね、で果物ナイフで切って血を捧げれば抜けられるんじゃない、どう？よし、これで最後の祭壇ですね。捧げ物を設置してと。じゃあどうすりゃいいんだろう？果物ナイフでいいのかな？よいしょ。果物ナイフで私の血を捧げます。拓郎もこうしてれば、あんなことにはならなかったのに。一緒に帰れたの。うわ、ちょびっとだけ。ちょっとだけ切ったんだろうね。怖いから。さあ、どう？よしと。まあ、あれだけのね、血液量で大丈夫だったんだから。これも大丈夫だよね。さあ、血を捧げたよ。どうなんの？何が起こるのでしょうか？お？あ！やばい、ルナシーが来た。揺れて揺れて。それとも西野かな？祭壇がずれて、脱出！愚痴が出てきた。何？声聞こえたよ。逃げなければ。これで脱出？もうないよね？ああ！光が見えた。狭い。上りの階段。大丈夫か？後ろ、ああ！追いかけてきてるじゃん、ほら！あ！ででってでした。崩れたってことか。助かったの？ヒロシ、はてなはてなはてなから。変わらないよ。めっちゃ揺れてる。また祭壇が戻ってる。嘘！彼の叫び声。タフすぎだろ、あいつ。これで彼は二度と出られないでしょう。これでようやく全てが終わりました。たけし君、ミカさん、タクロ君、守ってあげられなくてごめんなさい。本当に本当にごめんなさい。私は皆さんのことを絶対に忘れません。皆さんと出会えて、一緒に学校生活を送れて、よかったです。ありがとうございました。誰に向けて打ってんのこれ。自分のメモ帳に打ったのかな。メモ帳にこの日のことを忘れないようにポエムを書いたのかな。ヒロシは施設から脱出したところで気を失い、近くの病院で目を覚ました。退院後、ヒロシは施設を捜索しようとしたが、施設の痕跡すら見つけることができなかった。ということで、異空間にあったのかな。たけし、ミカ、タクロは、未だ見つかっていない青鬼4までお預けかな。どうせあいつらまた復活するんだろうし。なるほどね。はい、ということで見事クリアすることができました。ありがとうございました。ガチコア。で、青鬼編ということで、青鬼のストーリーはこれで終了なんですかね。いや、最後のルートがね、あれなんでダメだったんだろうな。途中まで同じルートで行ったのに失敗しちゃったけど、まあ、何か条件があったのかもしれませんね。はい。こいつ怖いな。こいつが一番見にくかったな。とりあえず、あれだよね。青鬼化すると髪の毛だけは残るみたいだからね。拓郎の時もそうだ。ということは、他の青鬼はみんなハゲてたってことは、基本的にハゲの研究員しかいなかったってことですね。多分すごいストレスだったんだろうな。すごい毎日毎日ストレスの中研究してて。どうしてそういうことするの？やめてー。めっちゃ怖いからやめてー。そう、今私がね、感動のエンディングトークをね、喋ってる時に、急にドアンって無意味に驚かせてるの。やめてください。お願いします。サムネ用にいただきますけど。サムネにちょうどよかった。拓郎の青鬼ってね、サムネにできてなかった。アイコンマークですごいちっちゃくて、全然映んなかった。あ、ふわっティー、かわいい。全然出番なかったね、今回は。ミカちゃんの時は毎回ふわっティー。お前、いい加減にしろ！え、なになに？これ、たけし？たけし、なんでそんなスタイリッシュな？あ、これ、映ってるところなのか。たけし、意外と手足細いんだね。そっか。背も高かったんだね。たけしのワーオはないの。たけしが映ってる首がワーオ！ないか。はい、というわけで。ガチコは、一個一個のね、動画かなり長くなってしまったと思うんですけど、パート的にはどれぐらいだろう？ 6 か7ぐらいかな。はい。そこそこ、総動画時間は長くなりましたが、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ジ・エンドということで。
で、まあ多分青鬼のストーリーはこれで終わりなのかな、ガチコアのところは。うん、はい、というわけでスラスラ進んでね、選べなかった選択肢とかもあるので、皆さんもぜひこちらのゲームやってみて自分で確認してみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。